西島秀俊は日本の俳優、声優、ナレーター。血液型は A 型。身長178センチメートル。東京都八王子市出身。クォータートーム所属。東方高等学校卒業。横浜国立大学工学部生産工学科中退。子供の頃から映画好きで映画関係の仕事がしたいと考えていたところ、19歳の時に、 先輩の勧めで受けたオーディションに合格し俳優の道に進む。1992年、大学在学中に東京アクターズスタジオ第一期生、テレビドラマ、はぐれ刑事純情派後で俳優デビュー。新人刑事の中上剛役で半年間レギュラーを務めた。1993年、テレビドラマ、悪魔のキ質での信仰宗教にハマる青年役や、 最高視聴率31.9%を記録したテレビドラマ、アスナロ白書での同性愛者役で注目を集め、翌年、萩原健一主演の映画、居酒屋幽霊で映画初出演。デビューから渡辺プロダクションに所属し、90年代前半には数多くのテレビドラマに出演したため人気を得たが、 事務所が求めるアイドル路線と自身の目指す役者としての方向性の違いから事務所を移籍。それに伴い97年から2年までの期間は民放のテレビに出演していなかった。1999年、役所工事と共演した人間合格で映画初主演を果たす。長い昏睡状態から突然目覚めて生き方を模索する青年役を演じ、 第9回日本映画プロフェッショナル大賞、主演団優勝を受賞する。第11回東京国際映画祭では、2、デュオと人間合格が上映されたが、主演作品2本の上映は東京国際映画祭初の開挙であった。2005年の映画、奇境では、昔の恋人に子供の父親だとして、 子供を預けられて困惑するサラリーマンを演じ、第15回日本映画プロフェッショナル大賞、主演団優勝、第20回高崎映画祭、最優秀主演団優勝を受賞。2006年、宮崎葵主演の連続テレビ小説、純情キラリで、太宰治をモデルとした津軽弁の画家、杉東吾役をコミカルに演じ、お茶の間からの人気を得る。2008年の映画、休暇では、 癖のある死刑囚を演じ、第30回横浜映画祭、助演団優勝を受賞する。2011年の映画、カットは、イランの名称、アミール・ナデリ監督の作品で、第68回ベネチア国際映画祭の、オリゾンティ・コンペティション部門オープニング作品、第36回トロント国際映画祭、出品作品、第16回富山国際映画祭、出品作品である。 これにより自身も数々の映画賞を受賞する。2014年にはオリコン発表の2014年ブレイク俳優ランキングで第2位にランクインした。2017年ファッションデザイナーのジョルジオ・アルマーニからの指名によりジョルジオ・アルマーニの最高峰ラインメイド・トゥ・メジャーの広告モデルに日本人で初めて起用される。 2018年も引き続き広告モデルを務めており、4シーズン連続起用もまた日本人初である。2014年11月19日、3年間の交際を経て16歳下の一般女性と結婚することを発表。2016年4月には第一子男児、2018年10月第二子男児が誕生。ありがとうございます。